線の木ふんわりと木そんなことを期待しちゃう振り向けばスマイル温かなスマイル恋人
じゃあ、私、先週この町に引っ越ししてきたの。だから、まだお友達がいなくって。お兄さんは？私は、相田由美です。お兄さんは優しいのね。ねえ、お兄さんはどんなタイプの女性が好きなの？え、こんなこと聞くのって変ですか？はい、ぜひ教えてください。お願いします。ごめんなさい、知らないです。きっとね。それじゃあ、また会いましょうね。いい子でお留守番してるのよ。お昼ご飯は電子レンジにご飯入ってるからチンして食べてね。夕飯は昨日のシチューの残りと冷蔵庫に食パンがあるからトーストして。お仕事だから私はお留守番なの。